あれ。はい、こんにちは。散歩です。散歩。もう ほぼ人もいないんでね、のんびり歩いてますけど。よいしょ。昨日放送しましたが、ウクライナとロシアの問題についても、それから北朝鮮の問題についてもね、国家とは関係のない、世界の戦争屋の組織があるんですよね。日本にも、もちろんアメリカにもロシアにも、ウクライナ、そしてそのヨーロッパ諸国の、軍事部門、それぞれ利権があるわけですよね。ミサイル、戦車、ロケット弾、飛行機、軍用機、そういう、軍需産業、金額が非常に張る、多額の予算を必要とする産業にですね、密接に関わっている傭兵部隊、そしてその実際に、ミサイルや銃器を扱う傭兵部隊と一緒にですね、インテリジェンス、諜報部門を、担うグループが、同じ組織ですけども、現場に姿を現す、実際に武器を取り扱うグループと、そして諜報活動をするグループがいるんですよね。世界各国のそのインテリジェンスを担ってきた、グループ、その OB であるとか、もうそこを退職した人たちが、ちょっとかけ直すから、ちょっと待って。すぐかけ直すから、ちょっと。